まあ、やっぱりめちゃめちゃ面白かったですね。最初から狙ってるから、まあ、やっとるなって映画でしたね、うん、ちょっと狙いすぎかなと思ったな、うん。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は極道恐怖大劇場ゴズについて語ってまいりたいと思います。では早速 T さんいかがだったでしょうか。はい、なんか見る前あのエログロバイオレンスヤクザ映画殴るぞみたいな感じだと思って見始めたら、うん、すごい面白くて、うん、コメディ要素がすごく強かったので、うんうん、それに驚きました。あ、佐藤さんはこれこの面白さを言ってたのかと思ってすごいでも楽しかった、面白かったです、うん、結構笑ってたし劇場もかなり爆笑が起こってましたね、うんうんうん、なんかでもやっぱりこういう映画がなんだろうな、過去にたくさんあるっていうことで今新しく作っていくの大変だなって思います。まあもう無理でしょうね。そう、なんかこういう面白さってなかなか新しく皆さん大変なんで、やっぱりなんか昔の映画面白いなって思いました。うん、うん、楽しかったです。うん、私はあの邦画ね、あの意外と見られてない邦画の回で語ってるので、うん、先に竹内さんいかがでした。それだって今日はあなたの回でしょう、これイーチャリン。いやでもまず竹内さんに聞いて、聞いて、まあやっとるなって映画でしたね。うん、うん、あとやっぱり吉野君香の役は脱ぐ人にやってほしかったかな。ああ、吉野君香さん別に脱がそうと思えば脱いだと思うんですけどね。そうなの？脱がないと思うけど、うん、そうかな、あの当時、うん、でも結局無敵にも出られてますけどね。あ、最終的に無敵に出てんの、はい、吉野君香、うん、そうなんだ、うん、じゃあ脱いでほしかったな、うんうん、なんかあそこはバンバン脱ぐ人にバンバン脱がせてやってほしかったな、うん、と思いました。そんなもんですかね。そうなんか途中で黒みになっちゃったんですか。そうなのよ、だから最初にまず、うん、そのなんだっけ、あのほら喫茶店から、主演のその秀樹さんが、うん、あの親父に電話かけて、親父はなんかセックスシーンの、うん、セックスの途中で、うん、とこで黒くなったんで、あ、三池さんこんな演出なんだ、うん、あ、黒、ここ黒くするんだ、うん、声だけでと思ったら、うん、単にアクシデントだっただけで、うん、ちょっと残念ですね、それね。いやでも、まああるからね。だから終わったらもうさ、なんだっけ、8時40分ぐらいの終わり予定だったのに、はいはいはい、結局9時に終わりました、はいはいはい、うん、表に出たらあの塩田さんがいて、うん、あのなんか違う人に、うん、そうなんだ、2回もアクシデントあったって聞いたよって話してて、女性と話してるから、うん、話しかけるのやめて帰りましたけど、うんうん、私あのね、これ上映回数が少ないんで、うん、あの視聴者さんお二人に声をかけていただいて、まあ、そうだよね、うん、会う遭遇する可能性高いよね、確率が高くなりますよね、うん、だけどあの本当に20年ぶりに見直して、うん、あれだいぶちょっと違う風に思えたところもあって、あ、まあそうでしょうね、すごい興味深かったですけど、まあ、やっぱりめちゃめちゃ面白かったですね。最初から狙ってるから、うん、なんかもうちょっと狙ってない感のある映画の方が良かったような気はした、うん、ちょっと狙いすぎかなと思ったな、うんうん、これはもうそれがバッチリハマっちゃってるんで、うん、まあ今見てるせいもあるかもわかんないけど、はいはい、うん、ちょっとやっぱり狙いすぎてるかなと思ったけどね。まああの予算のない中やっぱこんだけ面白い映画は、ね、予算がないから作れてるんだと思うけどね。そうそう、うん、それってあのそういうのありますよね。あるある、うんうん、まあ知恵と工夫、あとほら普段ね、うん、曽根秀樹さんってあんま見たことないから、うん、曽根秀樹ってのはこういう俳優なんだと思いながら、うん、結構、うん、曽根秀樹を見てるのはなんかフレッシュな感じがしましたね、うんうんうん、あんまりこう他に類を見ない俳優さんだなと思いました。これだから曽根晴美さんがね、まあ息子を主演にしてやってくれみたいなとこから始まってますからね。まあ息子主演の映画を企画して、うん、もっと王道のヤクザ映画を撮りたかったっていうのは、うん、あの漏れ受けたまってますけどね、うん、だけど三池監督がこういうの作りたいからっつって、いやカンヌにも出すからっつって、うん、で曽根さんに言って、うん、そうなんだっつって、う
納得させたんですよ。でも出すからっつって出せないことの方が多いですからね、うん、普通は。いやでも本人はもうなんか出す気満々だみたいじゃん、うん、で試写終わった後に曽根晴美さんがね、うん、こんな映画でいいのかとかってすげえおっしゃって、まあ言うだろうね。でカンヌに行く前に、うん、脚本の佐藤佐吉さんにね、うん、お前はねこんな映画ばっか撮ってたら脚本家としては体制できないぞって言ってコンコンって説教されたんですよ。ね、でそしたらカンヌ映画祭に、うん、で出した後、うん、もう大絶賛でスタンディングオベーションで、うん、次はパート2はいつやるんだとかっていう風に言われたってもうコロッと変わっちゃった。昔の俳優さんそういう人多いのよ。すごいなんか愛すべき人だったみたいです、うん、そうそう、そういう人はいっぱいいるよね、うんうんうん、じゃあお願いします。ネタバレ、うん、これネタバレするよねやっぱりね。だってネタバレしちゃダメだしいっぱいありますから。ゴー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 ズゴーズーゴーズーゴーズー動物園行け。ネタバレありがとうございました。でもあの終わった後視聴者さんと話してもやっぱりすごい面白かったっていうふうに満足していただいたみたいだし、うん、なるほど。あの皆さんねホラーと思ってらっしゃったらそれはないよな最初から、うんうん、まあ、あのコメディーなんて、うん、あのオープニングでねチワワぶん投げぶこうかガラスにバーンってやるあそこでやっぱカンヌでもうドッカンとはもう本当につかみは OK みたいな。だから日本で結構問題になったんでしょあれ。でもあれ本当に殺してるわけじゃないからね。てかあれ人形でしょだって当たり前じゃないですか。だから、うん、ヤクザ犬ですから、うん、ヤクザ犬ったら面白いよね。面白い。あとその次は俺ヤクザカーも出てくるじゃん。そうそう、あれヤクザカーだからでバーンってなんかそしたらおばちゃん鼻血こっから出しててさあのとぼけた顔がね、うん、最高に面白いんですけどね。グイショグイショあれヤクザ犬ですね。いやいやヤクザ犬ってなんだよ。なんだそれみたいな。石橋蓮司さんもまたいいから、ね。おかしかった。あとねびっくりした見直してやっぱすんげえ豪華キャストだったんだなってね。今見るとね。うん。でちょこちょこしか出てないのに、うん、遠藤憲一さんとか小沢仁志さんとか最初から出てくるしね。まあヤクザ顔だからね。そう。私たちはね、で工場にいるあの眼鏡かけた人加藤正也さんだしね。あと丹波哲郎さんまで出てましたからね。工場にいる？あの丹波哲郎さんの横にいる作業員は加藤正也さん。加藤正也だった。うん、で組長が河内民夫だったもんね。いやもうすごい豪華。河内民夫知らないでしょ。河内民夫さんは月刊の元のスターだけどね。うんうん、あのクイズ出す人。はいはいはい。あれおかしいよね。座ってるのに立ってるものなんだ。はい10秒ってなるわけですよ。そうそうそう、途中で飛んでんだよね。飛んで今飛びましたよね。ちょっとちょっと時間正解くだらねえ。すごい面白い。確かに時間は座ってても立つよね。うん、日野翔平さんがね、うん、ここだけ白いんだけどこうやってポリポリ書いててね、見たね今見てるよねとか。しかもあの白身がさどんどんなくなってくるのもおかしい。そうそうそう、途中で薄れてきて。そうそうそう、今にお前も息子からウイスキーもらったら分かるよ。面白い。これ分かんないでしょ、言ってるのなんだか。今の俺のセリフ分かんない。分かんないよね。日野さんが CM に出てる。あ、はいはいはい、うん、分かった。相手誰だっけ。あれだよ、あの小栗旬。小栗さんだ、はいはい。親父、うん、うん、どう、美味しい。お前も今に息子からウイスキーもらったら分かるよ。あ、面白かったね、ここは。その最初に見た時は普通に楽しんだだけだったんですけど、うん、見直してちょっとあれこれって、うん、あの相川翔さんと曽根秀樹って、うん、ちょっとこう LGBT みたいな。あ、まあまあそうだよね、うんうん、ちょっとそういう感じがすごく、そうそう、当時より、うん、当時はそこまで気づかなかったんですけど、うんうん、すごいそれが強く今回は感じて、うんうん、でなおかつ相川翔さんが途中で吉野君香に変わるじゃないですか、うんうん、吉野さんに変わってもなんか好きかもみたいになってるから、ちょっとトランスジェンダーみたいなところもあるから、うんうん、まあ、すごいだから送り手は意識してないんだけど、今見るとそういうなんかバックグラウンドがそういうふうにだんだんそういうものが意識されてきて、あれはさ吉野君香の語り方が、うんうん、あの相川翔に寄せていくやり方もあると思うんだよね、うんうん、でもあれをやんなかったのはなぜなんだろう。わかんないな。
寄せちゃうとちょっとやりすぎって思ったんじゃないですか、ね、でもさ、あの敬語になるじゃん、うん、あれが不思議じゃないだろって、ね、兄貴なのに。そう でもそれがねいいんだと思うんですよ。それがいいの、なぜ俺はね、いやなんか変じゃないですか。出たよその変なところがいいなと思って。あれはだからちょっと見ててどうなんだろうな、うん、だってそれ兄貴と同じ口調にしちゃったらなんかそこまで面白くないと思うんですよ、ね、あれが面白いんだ俺はね。うん、なるほど。やっぱ何よりそのやっぱ最後のね兄貴が生まれてくるところですよね。あれはちょっとびっくりしちゃって、うわ兄貴生まれてきたわって。で、ね、吉野公司がシワシワになっちゃって、でポンって出た後シワシワになった、だけどお湯に入れたら戻ったあのふざけてるところが最高に面白い。あとあの弾痕を手で掴んでたっていうのがおかしいよね。出てくときにこう手が先に出てくるじゃん。あれがすごいと思う。そうそう、うん、だからこうやってね後ろのけぞるんだけどくっついてきますから、ね、そのままね、うん、引っ張られてね、うん、で最後の最後3人で肩組んで歩いてるっていうところはね、うんうんうん、あれが何とも言えずいいんだよね、うんうんうん、ちょっとなんかあのチャレンジャーズに似てましたね。そうそう、確かに、うん、そうなんですよ、うん、なんかそこの3人組っていうところはそうなんですよね、うんうんうん、だから本当予算がない中で作ってらっしゃったから。これどのぐらいで作ったの当時。あのネタバレちょっと、あその時に言うの雑談、あメンバーシップで言います。なるほど。であまりにも低予算だから、うん、当時にしてはすごい低予算だから、うんにしては豪華キャストだし、まあ、当時はほらデジタルで撮れないから、そうそう、あのやっぱりね今よりも全然お金がかかってたからね。制作された楽園社さんの担当 あの現場の方に伺ったら、うん、やっぱり、ね、ほぼ全部ロケセットだから、うん、そこのキャスティング、あのロケ班にはものすごい力を入れてやりました、ね、そうなんだ、うん、だそういうあここはいいんじゃないかっていうのを探し出すのも素晴らしいんですよね。ロケ班大変だよね、うん、あの正和旅館とかも実際にあるわけじゃないですか。実際あるんだあれ。そうそうそう、うん、まああった、まあ今はもうないかもしれない、もうないでしょうけどね、うんうん、で途中で出てくるあの酒屋の外国人の人奥さんが片言で喋ってて、でそこにカンペがあったって、カンペがあるのがおかしかった、ね、あれがもう最また最高におかしくて、うんうん、でそれをまた曽根秀樹がその一緒に読むのがね、うん、おかしいよね。そうそうそううん、でこれあのパンフレットはね、うん、シナリオパンフレットってあの、まあ、案内にあって、あシナリオ再録だけかと思ってちょっとテンション下がってたら、これあの構成案と佐吉さんの裏話が結構面白くて、うん、あの思いのほかシナリオパンフって別にあのへりくだる必要ないんじゃないかと思うぐらい、パンフレットでいいんじゃないかなと思うぐらいでしたね、うん、でもこれあのなかなかあのカンヌの監督賞に出した時に、監督週刊、監督週刊に出した時に、うん、あのまあレッドカーペットじゃないじゃないですか。監督週刊ってどこだっけ。ノガヒルトンの地下か。そうそうそう、ああ地下だよね。2階だっけ。いや下の方ですね、うん、半地下的な、半地下的なところだよね、うん、あノガの地下か、うんうん、であのコンテではないので。監督週刊ってノガだっけ。私やった時はノガだったんです。ノガだったっけ、うん、私がやった時はね、これご存知の時はノガだったんですね、うん、それでノガヒルトンっていうホテルなんですけど、そこにあの地下に、まあ、上映会場があってホールがあるんだよね、うんうん、であのコンペだと、うん、あのみんなタキシードじゃないですか、まあ、プルミエールだよね、うん、でリュミエールそう、うん、であのでも皆さんやっぱカンヌイコールタキシードっていう思いがあって、皆さんあの三池組が全員タキシード持ってらっしゃったんですよ、うん、なるほど。だけど、うんあの国際部の K 女子がね、うんうん、K いや今回クレジットされててよかったよね。そうそうそう、それ言っちゃいけないの名前だってクレジットされてんだよ。あの小江戸さんがねクロックワークスの、うん、小江戸さんが国際担当って書いてあったよ。だってそうそうそうクレジットに登壇するにあたって、うん、タキシードはちょっと上映は何時だったの。いやもう何時か覚えてない。14時ぐらいだと思うんですけどね、10時夜の、いや14時。あ14時、うん、じゃあタキシードありえないね普通はね、うん、だけどだからいや普通の格好でいいですって、いやでもやっぱちょっとファンのだしって言って、で はるみさんが曽根はるみさんが、うん、いや三池組はタキシードで参加しようとかって言って、うん、タキシード来て全員揃ったんですけど、うん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 、やっぱりすごい拍手が
は一気起こって、うんうん、あれはね本当俺タキシード来てもらってよかったなと思いました。そうだと思う、うんうん、だ多分ねあの相談された方もすごい記憶、まあまあ、思い出に残るし、いい思い出になったと思うしね、いい光景でしたね、うん、でなんかここの、 あの佐吉さんのね裏話で、うんうん、あのこう途中であの登壇する前にトイレに行ったんですって、うん、でそしたら隣に三池監督もいて、うん、なんかすごい拍手だったなとかって思いのほか受けてたねって思って監督もおっしゃったみたいなすごい、まあ、印象に残ってらっしゃると思いますけど、ね、なるほどね、うん、だけどこれ本当に公開関数が1巻しかないので、まあ、だってプリント多分1本しかないんだと思うよ、うん、でも俺なら DCP 作るな。もともと多分これ今回はリリカの星の添え物でやってるからだと思うんだよ、ね、もったいなくないですか。もったいないっていうかどうなん、この上映自体がどうなのかなっていうね、うん、その意味性と、うん、その何、その何だったら用意しろよっていう感じもするじゃないですか、うん、そこにちょっと疑問は残りますよね、うん、自分だったらやっぱりちゃんと DCP も作っても、もうちょっと公開関数も増やしたいなと思ったんですけどね、まあ、もしくはその昼もねやってほしかったかなって、やるかもわかんないじゃん、うん、昼、うん、あれ単に時間変えるかもわかんない、イメージホラムだから、うんうん、だけどね上映トラブルがあるぐらいだから、うん、やっぱりフィルムの上映ってなかなか難しいんじゃないですか。大変だと思うよ、うん、多分あれプレッシャープレートが落ちたんじゃないかと思うんだけどね、うんうんうん、T さんはいかがでしたか。なんかこのサッコーさんがゴズゴズってよくおっしゃってたと思うんですけど、場面写真をよく見てたんですけど、はいはいはい、場面写真であの生まれてきてくるのになってる場面が出てる、ぬるぬるのね、もう出ちゃってるじゃないですか、うん、私この絵をすごい覚えてたんで、生まれる前にる、うん、あ、こっからじゃあ出てきてあの場面だって分かっちゃったのが、うん、ネタバレ写真あるじゃん、ね、ね、そうなんです。俺もね、あれを使うのはね、本当実はすごい嫌で、せっかくあれ一番面白いところなのに、うん、予想外、知らなかったらすごい、うんうん、なんだろう、俺知らないで見たからびっくりしちゃって、そうですよね、うん、そう、私これずっと見てたから、あ、出てくるじゃんこれって思ってつまんないの、そう、ここだけちょっと残念だよね、残念でした、うん、あれがびっくりするところなのね、うん、確かにね、出しちゃうんですね、これも出しちゃうんだね、うん、まあでも、そうか、うん、と思いますけどまあ、ショウさんが一番怖いシーンだと思って、まあ、確かにこの場面キャッチーです、うん、でもお玉とかも笑えるでしょあれ前立腺を刺激したら立たないってことなの。まあそんなね深い意味はないと思いますけどね、俺はもうてっきり前立腺を刺激しないと、うん、まあまあそれ的な、それ的な人いるじゃないですか、それ的な人、あのほらあのアナルが感じる人、それを誇張してるんだと思います。アナルとか前立腺だよね、はいはい、うん、誇張じゃないんじゃないの。そう、うん、いやでも誇張でしょ、お玉ですよ、お玉、しかも今日はこれかなみたいに選んでるからまあね、うん、あれがメリメリと入ってくのがすごいよね、うんうん、って痛そうと思って痛そうだった。あとおかみさんのお背中流しましょうかって、 あれおかしかった、ね、あれ怖いよね、あれ怖い、あれは怖い、一番この映画で怖いとこだった、怖いよね、うん、見るも出るんですけど、最近みんななんか嫌がるんですとか言ってね、あれおかしかったですあれで牛乳瓶に入れてますからね、あれ売ってるからね、しかもなんか少年が飲んでたじゃん、なんか街中で、もう気持ち悪い、気持ち悪い、あとね、俺ちょっとだけ、いや、あといきなりこの人は霊媒なんですお前霊媒なのか知らないとか言ってさ、あれおかしかったよね、あそこもね、うん、ビシバシ叩かれてね、うん、あとあの俺1点だけね、ちょっと木村進さんと波多間寛平さんのやり取りが、あれか、吉本新喜劇あんま見てないからちょっと分かんなくて、なんか、ね、うん、多分そうだと思うんですよ。で木村さんのあれがすごい好きで、うん、多分ここ入ってると思うんですけど、うん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 、あれがちょっと巻きたい、分かんないよね、もう何つってたっけあれ、にゃーなんとかだみゃーっていう、うん、いか名古屋弁をパロッとってさ、しかも話のなんか内容があったじゃん、なんかあったけど忘れちゃったな、暑かったのにから半袖着たいでしょみたいな、うん、そうそう、暑かったよね、暑かったみゃーみたいな、暑かったみゃーだっけ、暑かったです、うん、でね、このシナリオと実際の、あ、違うのね、うん、違いますよね、うん、あのセリフだいぶ、うんうん、あの現場で帰ってらっしゃるみたいで面白かったな、うん、あとの佐藤佐吉さんがね、
あのその喫茶店で、うん、あの坊主頭で、うん、あのシースルーの、うん、シャツに、うん、あの黒いブラジャーつけてる、うん、あれがサキシさんなんだけど、うん、サキシさん自らあんなへんね、うん、やってるのがすごいなって思うんですけど、うん、あのこのねプロットを最初に構成案作って、うん、監督に投げたら、うん、あいいんじゃないのこれでっつってそれであのすごい短い1週間ぐらいで脚本書いて、うん、どうですかって言ったらあこれでいこうって言われて一方で殺し屋市は1年ぐらいかかってるんですって。あ、なるほどね、もうなんでこんなに早いんだろうっていうぐらいすぐ OK が出たらしくてこれがねそう、うん、ゴズマは三池さんのもうノリでどんどん進めたみたいで、うん、そういう時に面白いやつができたりするんですよね、うん、なるほどね、なんかあんまり竹内さんにはまってないみたいないや面白かったけどね、うん、そういうこともありますよね、まあ、普通に面白かった、うんうん、やっぱりでもあそこ最後のとこネタバレしちゃいかんよな、うんうん、まああのスチールは出せないよな。そうなんですよ。そうだよね。でも吉野君香さんもそれでもう今出ないですからね。え、無敵の後はどうなったの。だから出ないじゃないですか。あ、他に AV とかも出てない。出てないと思うんだよ。そうなんだ。吉野君香って無敵になったの、うん、びっくりだ、全然知らなかった。うん、うん、そうなんです。一時期ではエコエコアザラクとか出てですね。それこそあの第一弾だったような気がします、ね、なんだ。しかも無敵に出るんならこれで脱げなかったのに、だからこの時はまだそういうことまだ脱ぐことやってらっしゃらなかったんで。まあそうだろうね、当然。でもそんな後に脱ぐならここで脱いでくれればよかったんだよね。あれやっぱりなんかずっと脱がないのがちょっとな、別に脱いでほしいわけじゃないんだけどさ、なんか不自然なんだよな見てると。まあそこでね誘ってる吉野さんはすごい魅力的ですからね、うんうんうん、であの曽根秀樹さんがね、あの言っていいのか悪いのか瞬瞬してるとこがね、うんうん、あれがなかなかいいよね、いいよね、うんついに行っちゃったところからこう、うん、兄貴が生まれ始めますからね、うんうん、あれはすごいよね、うん、まあでもこれよくカンヌの監督週間でチョイスしてもらいましたよ。そうね、うん、なんかあのミッドナイトスクリーニングの方がなんか合ってるような気がするけどね、うんうん、監督週間で見た客が乗るってのもすごいと思うけどね、うん、めちゃくちゃ受けてましたからね、うん、やっぱり当時の何にレビューとかないの。ちょっと読んでみたいよね、うん、なんかあの、うん、スクリーンかさ、はいはいはい、なんだっけバラエティに多分出てると思うんで、当時誰が何て書いてるのかちょっと読んでみたい気がするな、うん、だからやっぱりオーディションとかね、その不動とか、まあ不動はちょっとそういうコメディの要素もあるけど、うん、不動ってコメディの要素なんかあったっけ。あるじゃないですか。そうだったっけ。あのほらあのなんかストリップして、うん、吹き矢をフュッて出すさ、そんなのあったっけ。あんま覚えてないな、うん、なんかあれ障子突き破ったりしたっけ。障子突き破るなんか障子突き破るなんかシーンがあったような気がするんだけど、ね、あのものすごいコメディではないけどちょっとだけそういう、うんうん、みたいな逸脱したシーンがあったね。そうそうそう、うん、そうだったっけ、うん、まあ、もう覚えて。あれでもスクリーンで見たいな俺、あれビデオでしか見てないからさ、うん、いやあれがね結構話題になったんですよ本当に、うん、極道なんだっけ、戦国志だっけ、そうそう、不動っていうね、あのだからあのなんだっけ、火曜の歌コンの司会やってる谷原さん、谷原さんがまだだから高校生の役やってるから、うん、高校生のヤクザの後目だからね。そうそう、あ、ヤクザの後目の高校生、うん、今順番がちょっと違ったんじゃないかしら、うん、で小学生の子供がね、うん、あのサッカーボール蹴ってんだけどそれが人間の首なんだ、ね、あ、そうだったっけ、うん、なんかあんまり覚えて、やっぱりビデオで見てるからあんまり記憶にないんだよね、うん、すごい評判が良かった。でその後オーディションがすごいまた評判が良くて、そう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 、でゴズ持ってったらやっぱりそのちょっと想定外だったところもあると思うんですよ、うんうん、あ、コメディなんだっていうのが、うん、もう冒頭から分かるから、うん、だからまああのヤクザ系のとこで分かるよね。そうそうそう、うんうん、だけどこんなに自分は今見ると LGBT の要素が、あ、結構感じられて、まあそれはあるよね、うん、だからその佐吉さんとか三池監督はどこまで意識されたかわかんないけど、いや意識しないとああいうには描かないと思うけど、うん、うん、ちょっとなかなか面白いですね。あれ多分ヤクザのそのなんていうのこう、ヤクザ社会はちょっとそういうのがある映画もありますもん、うんうんうん、実際もそういう話もあるし、うん、でもそれが別にホモセクシュアルとかそういうんではなくて、
なんかやっぱこう同志愛というのか、うん、先輩後輩愛というのか、兄弟愛というのか、さば好きを交わしたお前と俺みたいな、上人の絆とは違うのがあるじゃないですか、うんうん、それは佐藤佐吉さんはそこはすごい意識されたんじゃないかなと映画を見てては思いました。だって普通に言ったら兄貴いなくなったっつって僕東京帰ったっていいんですもんね。そういうわけにいかんでしょう。いやそうだけど、いなくなったんだ。でも組長がね、確かにヤクザ処分場にちゃんと送り、うんうん、届けろって言ってるからね、うんうんうん、そしてあのベローンって川になってましたね。川ね、うん、なんだこれみたいな。まあふざけたところが最高に面白いんですけどね、うん、はい、ということで盛り上がってるのは私だけでした。でも面白かったです。まあ面白かった、面白かったけどね、うん、あんまりこう何口に出して論理的に喋る映画ではないから、まあそうではない、からフィジカルに楽しむ映画です、ね、フィジカルというのかな、うん、なんだろう、体のどっかで、うん、フィジカルな楽しさは僕はあんまり感じなかったかな。あ、そうですか、うん、フィジカル、うん、いつも僕が言うフィジカルエンターテインメントではないと思う。なるほど、うん、なんだろう、勘繰り映画かな、うんうん、だからこのローバジェットでよく作ったと思う。まあじゃあ値段が楽しみだね、あとでね。そうですね、どのぐらいで撮ってるのか。まあ、今だったらこのくらいっていうのはあるかもしれないんですけど、当時はほらまだビデオバブルの時だったから。これ何年だっけ。だから21年前ですから、うん、2003年か。いやこれはもうビデオバブル弾けた後じゃん。いやまだまだ2003年だよ、うん、いやもうビデオバブルは弾けてた。今がもうなくなった状態ですけど。いやでもビデオバブルが弾けたのって、うん、1990年から93年の間じゃん。で弾けかかってだんだん下がってはきてたけど、まだまだ商売になってる。いやいやいや、これはビデオバブルは弾けたのは90年から93年っていう歴史的な、それはちゃんと認識しないとまずいんじゃん。市場はまだちゃんとあったわけじゃん。いや市場はあるよ、うん、あるけど弾けたのは90年から。そんなこと言ったらさ、世の中のバブルだって弾けたけど、まあ、市場その後にあるわけじゃないですか、まあ、だからそれはまた違うんじゃない。だけど、うん、とはいえほら、でもなんかこう2003年に撮ったとは思えない、うん、なんか90年とか80年ぐらいに撮った感じがする映画ではあったよね、うん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 、まあ車とかもね結構古い車とか。いやいやそうじゃん、空気感世界観がさ、うん、で2003年って思う、うん、なんかもっと古い、もっと古いよね、なんかね。でも相川翔主演に使うとかっていうと、やっぱりもうちょっとバジェットはね、このバジェットよりは上がるだろうなとかって思ってるところで、後から聞いたんでちょっとびっくりしました。まああれだよね、企画が破格だからね、うん、まあはっきり言ってだからみんな友情出演みたいなもんじゃない。そう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 、うん、だからそんなね、あの相川さん以外はそこまでたくさん出てないですもんね。石橋さんぐらいかな。あ、分量ね、うん、まあ曽根さんがもちろん主演なんだけど、秀樹さんがね。長門博之さんも出てたの俺忘れてて、ああ長門さんも出てるわみたいな。すごかったねあれもね。いやもう河内民生一瞬しか出てこないし。そうだね、うん、でやっぱりこれ曽根晴美さんの人脈、ね、まあそうだと思う。お前さ次映画撮る、三池で映画撮るからよ、お前絶対出るよ、はいって言わざるを得ないもんね。だってそれは断れないもんね。断れないね、っていうぐらい、まあなかなかの豪華キャストで、うん、まあ多分曽根さんも最初驚いたと思うよ、これ見た時にはもうちょっと怒ったんじゃないかと思うんですよね、うんうん、ふざけすぎだろうみたいな、うん、だって本人はねヤクザ映画作るつもりだったと思うんですから。そうそうそう、うん、いやヤクザ映画ですからこれって言われてもね。いや彼の考えてるヤクザ映画とは違うんですね、うん、でも一応ね三池さんもだんだん声望上がってたから、さすがに曽根さんもふざけんなこんなん撮り直しじゃんと、ね、2003年ってちょうどだから三池さんの評価が固まりつつあるところだよね、うん、そうですそうです、うん、確か不動があれ98年ぐらいだったかな、うん、それであの漂流街が2000年ぐらいかな、うん、デッドアライブってどのくらいですかね。デッドアライブはあれでもほら基本元はオリジナルビデオじゃないですか、うん、劇場で公開してるけど。そうそう、だから俺劇場でわざわざ見に行ったんですよね、うん、あとほらあのなんだっけ前田光陽くんが出てたのなんだっけ、なんだっけ、あのほらシリーズね、うん、あれは黒崎清だった、うん、こっちに来て
テリーそういえばさっきこっち見てたからごっちゃにしてた、うん、あれは黒崎清だった、ごめん間違えた、うん、三池さんだから不動が98年で、それから漂流街が2000年でしょ、あとウエスタンジャンゴが2003年、多分ねゴズと同じ頃にジャンゴやってると思うんだよね、うん、殺し屋1は殺し屋1はちょっと前だよね、ちょうど不動と漂流街の間じゃない、うん、多分殺し屋1は2001年、漂流街が2000年だっけ、うん、漂流街が2000年で1が2001年でジャンゴが2003年かなぐらいだったかな、な感じだと思う、うん、で不動が確か98年か9年だったと思うんだけど、うん、違ったかな、そんなもんだと思うんだよね多分時間感覚で、うん、まあだからちょうど三池さんの成分が固まってきて、でオーディションで確か海外でやっぱ三池人気が確立されたんだよね、すごい評価された、ね、あれが2001年だっけなオーディションが、うんうん、オーディションは本当に怖い映画ですから、ね、しかしさ曽根秀樹もなかなかいい役者だと思ったのにね、 その後出てこないのはなんかね残念だね、汚いね、なかなかいい感じだったけどね、うん、そうなんだよ、面構えもあるのいいしね、うん、そうそう、うん、ということでこれ拡大してほしいなだから1本しかプリットがないでしょ、だって、うん、だってこれ 4K レストラン以上の美しさって、いやもうそうでもなかったよ、ちょっとね、うん、全然そうなんですよ、今回はオリジナルの 35mm プリントで上映、ほとんど映写機を通ってないので 4K レストラン以上の美しさ、いやいやいやもう結構ね、うん、そうでもなくなってたよ、うんうん、やっぱりだから作ればよかったのにね、ネガはあるでしょうけどね、ネガはあると思うけどね、ネガか、ネガあって、しかもほらこれマザーがあるはずじゃん、ね、だって、うん、マザーからアップコンバートすればよかったんじゃないのかな、あの 4K のデジタルリマスター版を作られた映画でしょ、まあ、4K は無理にしても普通に DCP 作ればよかったね、うん、作られた映画でしょうか、東映さん、東映、あこれはちょっと背景またね、これがまたね不思議なんですよね、東映じゃないんだと思う、うん、だからもともとは東映ビデオさん、いやだけどそれは東映ビデオが発売しただけじゃん、いやで東映ビデオ全く金出してないじゃん、そうなの、うん、制作はオフィスアスクなんだ、うん、だからこの間も言ったけど、うん、ちょっとアンダーグラウンド系のお金だよねこれ、うんうん、これ曽根さんが持ってきたお金でしょ、だって、うん、ちょっと詳しくは分かんない、いやだから全然東映は、うん、著作権系には絡んでないから、なるほど、うん、じゃあオフィスアスクさん、いやオフィスアスクは作んないでしょ、スターじゃあどっかに委託して、いやだから今回このさ、うん、ピンクリンクフィルムとプロダクションをゴズでやってるわけじゃん、うん、だからこれ金が出ないよね、うん、多分ね、うん、でもまあいろんな意味も含めて DCP 作ればよかったなと僕は思いますけどね、そうですね、うん、いや金がなくてさ作れないならやんなきゃよかったのに、うん、と僕は思うんだけど、そこまでお金かかるかな、 DCP 作るの、それかかるでしょ、だってポーンとこうやって昔あるね 35mm 持ってくんのと、あのマザーからアップコンバートして作るのと全然違うじゃん、まあそうですけど、うん、かかるっつったって知れてると思うんです、いくらぐらいですか、いや俺だったらやっぱり50ぐらいで作りたいな、いやそんなんじゃ作れないって、50で作りたい、作れない作れない、無理無理、100はちょっとかかりすぎだ、いや100はかかるでしょ、いやだいぶ安くなってますよ、いやいやいや50じゃできない、絶対できない、だっていやもうちょっとかかると僕は思うよ、いや結構大変ですよ DCP 作るのは、しかも元がそんなに、マザー何だったのかな、あの時あの時アナログだった、まだアナログじゃあこれは結構大変ですよ、お金かかりますよ、最低でも150はかかるんじゃない、うん、でもあの配信権まで含めてね、維持料とかも考えるとやる価値はなくはないと思うんですけど、ね、別にだってマザーでやればいいんじゃないの、それはそれこそ、うんうん、だから今回の映画のために DCP を作るという余裕はなかったんだと、なるほど、うん、分かりました、でも作ればよかったと思いますけどね、うんうん、どうせならそれ1巻じゃなくてさ、うん、順次でもいいから、うん、もう頭に劇場10巻とか15巻とか決めてやるべきだと僕は思うけどね、そうですね、うん、まあ、どうなってんだろうこれ、
ビジネス的にはそうですよね。ちょっと今度翔太先生に会ったら聞いてみよう、うんうん、どういう風になってんのか。でもこれ流れから言ったら東映さんに相談してどうですかって。ないない、絶対ない。ない、うん、だ東映全く関係ないもん。これでほら委託で受けるいいじゃん。いや、ないない、絶対ない、うん、ないと思う。クロックワークス、多分今の社長は受けないと思うけどな。受けないんだ、うん、受けないでしょ、だって、うん、いや俺は受けない。意外とだから宣伝女優とかも自分たちでやってないし、あのフィルマックスの企画でやったりしてるからやんないんだよね。やんないと思うけどな、ね、俺は多分、うん、まあ僕よりも佐藤さんの声だと思いますけど。いや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 。でもこれ視聴者さんもね、うん、自分家の近くでやってほしいなと思ってらっしゃる方も、いや、この35ミリでやってる時点で、うん、もう全然その大きくやるつもりはなかったってこと、ね、かけられる劇場もかけられちゃうんですよね。まあ35ミリができないとこはできないからね、うん、残念ですね、うん、両方持ってるとこは今はまあ結構多いけどね、うん、でもまあ僕が見てるだけでも2回もアクシデントがあったから、うん、ちょっとまあ残念は残念ですよ、ね、そうですね、まあ注意力はそがれる。最前列でさ、イメージフォーラムでさ、うん、あのなんだっけ、携帯途中で見てるやつがいたから、すいませんって言ったところでしまっちゃったんで、うん、二の子は告げなかった、うん、感じたんじゃないですか、そう、さっきを。いや違うと思うな、なんかちょっと見るだけだったと思う、ね、本人は。でももうつけた瞬間すいませんって言ったんだけど、竹内さんが隣にいると思います。隣じゃないよ、三席向こう。じゃあ三人いたんですね。いやいや、いないいない、最前列だから、僕とそいつしかいなかった。でも最前列で見るなっていうのよ、本当にムカつくな。まあまあ入ってたでしょ。入ってました、ね、結構入ってたよ、うん、でも最前列はその人と僕しか座ってなかった。すごい戦いだ、ということで。いやね、予感してたのよ、なんかその風景見て、あ、うん、なんとなくそういうことしそうな人だったから。ということで、だからその人喜んで、アクシデントで明るくなってる時に携帯見せたから、それは僕は文句は言えないから。そう言えない、ね、明るい時に、うん、よかったねと思ってたけど、見られてよかったねって。よっぽど気になることがあったんですかね。なんかきっと携帯ないと生きていけない人なんじゃないかな。じゃあ最前列座んなよと思うんだけどね。そうだね、しかもイメージフォーラムだよ。確かに岩波ホールとかイメージフォーラムとかで携帯見るやつは本当最低だよ、うん、イメージフォーラムは最前列平気ですか。うん、ちょっと苦しいね、うん、だけど混んでる時は2番目に座る選択はないね。そうだね、うん、分かる。空いてる時なら2番目の一番右に座る可能性はあるんだけど、混んでる時やっちゃうと前に人が来る可能性があるので、うん、そこはやっぱり最前列を守るやつあるよね、うんうん、とやっぱり一番右で、一番右ですね、うんうん、ちょっときついよね。ちょっときついね、あそこは最前列で見るの、うん、やっぱり2番目の右奥が一番好きかな、あそこは、うんうん、ということで本日は極道恐怖大劇場コツについて語ってまいりました、皆さんのコメントもお待ちしております。どうもありがとうございました。